別にどうでもいいんだけど、うん、両替機にさ監視カメラつけてるしメモリ不足エラーで出てるんだけど、あれ何も取れてないやつじゃん。あ、本当に監視カメラあるんだ。めちゃくちゃ上についてるんで、あのなんか変な黄色いやつ。ああ相当多いんだね、あそこそういうのつけるってこと。多い？いや多いんじゃないの、監視カメラの堂々とは。まあね、いやちょっと監視カメラが映る位置に置くとかだったら分かるけど、監視カメラ直でつけてるんだ。ここはいいね。メモリ不足エラー意味なくねと思っちゃう。ブックオフ行ってた。なんとなくあるかなと。あ、違う。遊ぶ前に。うん。痛そう。こっち。うん。は。シュン。同じ章作ってるのかな。カメラに行く。カメラ自分に引き込んでやっちゃってくれ。餌あげるのは世話してる。餌あげるのはいいけど、江ノ島でもトンビにあげたと捕まったっていう前例できちゃってるから。ちょっと落ち込む。あんまやんない方がいいと思うんだもん。そうそう、野生動物に餌あげるのは。まあね。餌あげるのは世話してる。なんでもね、ただの迷惑行為は、うん、鳥からしたら。全員でやってんのか知らないけど。世話するっていうのは、終始その子が死ぬまで面倒見るの世話するの。でも大変問題になってるからね。まあ、ちょっと厳しくしていいと思うけど。ダビング始めました。最近こういうさ、ロッカーも使わなくなったからさ、ハイテクすぎて使い方を考えてもらう気悪いよね。高くね。なんか400円なんですよ。あ、違う。ダビング1本1600円かじるじゃん。ダビングだからね。1個。そう。俺なんて100円でやってやるよ。あんなんだって HDMI でさ、こうやって、あの、それはさ、その機材がある人はそういうやるんだけど、ない人はしょうがないんだ。録画してさ、100円に。600円。ちょっとびっくりした。